ということで今回なんですけれども、オリックス純正で理想の先発陣っていうのを僕なりに話していけたらなと思っております。 OB 第2弾にて岩隈投手が登場して、まあその辺もね、僕もこの後ちょっとまとめていくので入ってくるかっていうところなんですけれども、はい、お話ししていきたいなと思います。で今回なんですけれども、なるべくね最近目の選手で先発後に上げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、どんなに古くても2020年シリーズぐらいまでかなと思います。なので2020年、21年、22年の3シーズンから5人選んでいきたいなと思います。はい、ということで1人目は2022年シリーズは山本由伸投手です。まあ、正直山本由伸投手のいないオリックス純正投手陣なんてありえないっていうぐらい必須級の選手だと思ってます。で、まあ今回はねシリーズ1の由伸選手なんですけれども、まあもう間もなくねアニバーサリー第2弾で山本由伸投手登場しますし、まあ言うてる間に通常でもねシリーズ2の由伸投手っていうところは出てくると思うんですけれども、まあね、11月13日現在では登場してないのでシリーズ版とさせていただいております。まあもう言うまでもないですね。まあこんな感じで、まあ対強打者があって、球種もツーシームに、フォーク、スプリットどちらもあって、スラカットもあって、でドロップカーブもあると、非常に使いやすいピッチャーとなっております。まあもしねオリックス純正とかをまだ始めたばかりで山本由伸投手持ってないよって方はね、もう選択契約書で確実に取りに行くことをお勧めします。はい、では2人目は2020年シリーズ2の山岡投手となっております。まあね最新シリーズのものも出てるんですけれども、この2020年シリーズ2の山岡投手何がいいかというと、はい、こちらですね、ドロップカーブとなっております。現状のものはナックルカーブになってるんですけれども、まあ、僕もねどっちも使ってみて改めて感じます。ドロップカーブの山岡さんの方が強いです。なので僕はねちょっと継承してしまっても持ってなくて非常に後悔してるんですけれども、まあね持ってる方はね今後もね大事に、スピ解放していくことを強くお勧めします。ちなみにこちらが最新の山岡投手なんですけれども、はい、ナックルカーブなんですけれども、この超高速シンカーがついてるっていうのが一つまた魅力になっております。でこの超高速シンカーね、僕まだねしっかり使えたことないんですけれども、結構ね面白い球種となってますので、ドロップカーブの山岡さんを持ってない方は全然こちらの最新のね、比較的最近のシリーズ1シリーズ2の山岡投手っていうところも全然ローテーションに入ってくるピッチャーだと思います。はい、ということで3人目は2022年シリーズ 1TS 金子千尋投手でございます。まあ、金子千尋投手に関しましては、なんといってもスプリット2種プラス、全投手の中で一番球種が多いんですよね。合計でなんと、11球種あります。2種スプリットだけじゃなくて、この超高速シンカーっていうところもなかなか面白いですし、カットボールでカウントも稼ぐことができますし、スプリットと見せかけてのチェンジオブペースもねなかなか刺さったりします。球種数もかなり多いんですけれども、まあ、それぞれがねそれぞれの場面でしっかりね勝負できる変化球となってますので、ね、過去2度 TS では登場してるんですけれども、持ってる方はね絶対ローテーションに入れときたい先発ピッチャーの一人になっております。特殊能力もキレ奪三振タイピンチと申し分ないです。まあ、僕自身はね最新の金子千尋さんっていうところはゲットできなかったんですけれども、2020年に登場した金子千尋さんをスピ解放して使い続けております。はい、4人目はですね2022年シリーズは宮城投手でございます。宮城投手ですね、まあ、一見ね変化球見るとそこまで強くないように見えるんですけれども、意外とね刺さります。まあ、意外と刺さるというよりかは大崩れしにくいピッチャーだと思います。完璧に抑えるというよりかはだいたい 1,2 点で抑えてくれるっていうイメージが強いですね。で強い変化球というと、このスライダーと高速スライダーの組み合わせが結構ね強くてですね、あとはねフォームが独特なので球がね結構リリースが遅れてくるように感じるっていうところがね結構一つポイントとなっております。で2種スライダー以外にもストレートもそこそこ力強いですし、スプリット、サークルチェンジでカーブ2種類ですね。結構ねボール球ギリギリの低いところに投げてあげるとショートゴロとかになったりするので、球種以上に使いやすいピッチャーの一人になっております。はい、ということで最後の一人ですね、2022年シリーズ 2OB 今出てますね、岩隈投手となっております。岩隈投手の球種がですね、はい、CC も持っております。で前の動画でもお伝えしたんですけれども、まあ、若干ねフォークの変化量が少ないっていうところが、まあ、一つ残念ポイントのところと、あとスライダーがね結構しっかり曲がるんですけれども、ここにカットボールなんかがあるともっと強かったと思います。というかめちゃくちゃ強くなってたと思います。
まあ、それでもねやっぱり特殊能力で対ピンチコントロールキレと素晴らしくて、で、まあ、対ピンチ発動した時のツーシームは B になりますし、まあ、フォークもスライダーも、ね、変化量は しっかり曲がってくれると思うので、まあ、ここ最近登場しているオリックスの先発ピッチャーで5番手ってなったら、まあ、岩隈投手かなと僕は思いました。ただ正直5番手に関してはいろんな考え方がありまして、田嶋投手っていう手もありますね。田嶋投手も変化球の球種がこれだけ豊富で対ピンチ持ってるんですよね。なので全然岩隈投手がいなくてもこういった現役の田嶋投手とかが、しっかり引けてたら田嶋投手でも余裕でメンバーに入ってくる能力だと思います。あとは候補でいうと山崎福也さんですね、まあ、個人的には中継ぎでの起用をおすすめしてるんですけれども、まあ、しっかり変化球がねツーシームがあって結構ね面白い変化球フォークボールとかがあって、まあ、ナックルカーブとかツーシームが主体になってくるんですけれども、山崎福也さんも、特殊能力でタイピンチを持ってます。あとは2021年シリーズ1 TS で、超タイピンチ持ちの青野さんなんかもおすすめの一人となっております。はい、ということで、今回挙げさせていただいた選手の一覧はこちらとなっております。まあ、正直ね、まあ、OBTS っていうところも今回入ってきてるんですけれども、オリックス純正の魅力は現役投手陣だけでもしっかり先発陣を組むことができることが魅力になってます。今回山本由伸投手、山岡投手、宮城投手が現役で入ってきてるんですけれども、まあ、残り現役だけで組もうと思ったら今僕が、先発ローテで使ってる山崎颯一郎さんであったりだとか、田嶋投手、あとはあの山崎福也投手とか、まあね、特にねおすすめなのはもう僕この K 鈴木さんですね、まあ、中継ぎで使ってるんですけれども、先発で使うっていうのも非常にありだと思います。スラカットツーシームフォーク持ちの、タイピンチ、まあ、こういったピッチャーとかがねいればね全然それを、先発5番手とかに持ってくるのもありだと思うので、今日の動画ですね少しでも参考にしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。